父さん、今年は雪が多いです。雪かきが大変です。近所の公園も雪にうずもれています。今僕は釜石に向かっています。あまりにも雪は多いので、雪の少ない釜石が懐かしくなったのです。小さい頃冬になるとよく、昔の家の裏窓から鳥の罠の見張りをさせられたものでした。父さんは、鳥を飼うためだと言っていましたが、僕が鳥を捕まえた日は、必ず近所のおじさんたちと酒盛りが始まったのは気のせいでしょうか。さすがに、今の僕ならわかりますよ。父さんたちの酒のあてにされていたんだろうと。そういえば、父さんはよく昔熊を取った時の武勇伝をよく聞かせてくれました。でも、僕は未だに熊肉が苦手です。なぜだかわかりますか？まだ僕が小さい頃、父さんたちがいつものように熊肉を食べていました。僕も熊肉をもらって食べていた時のことです。誰が言ったか覚えてないけど、その肉は最近亡くなった近所のおじいさんの肉だと言ったのです。今なら冗談で笑い飛ばしますが、純粋な子供には、ちと冗談がきつかったのではないでしょうか。今日も、大正時代に建てられた小屋に泊まります。これは、昔移築した時の風景です。屋根裏に登ります。私は家畜用に屋根裏に藁を敷き詰めていたんですね。もう必要ないので処分します。土に返します。これが屋根裏。夏はここに泊まります。この前泊まった時はただ板を敷いただけだったので、今回はちゃんと対策を施します。軽きを畳の大きさに合わせてカットします。防寒対策で断熱材を敷きます。これただの断熱材。
ダンボールばらしてたら発泡スチロール出てきた。しかもサイズぴったり。小屋のリフォームしてたら母校が懐かしくなった。母校といっても津波で流されてもうないんですけどね。さて、小屋に戻ってきました。これでベースは完成だ。
今日は簡単に温めるだけのおでんにします。畳スタイル。食後のまったりタイム、この時間が好きだ。ではおやすみなさい。極寒の朝です。撤収します。